オッケー。こんばんは皆さん。こんばんは好きな人と好きな人。うん。こんばんは。なんかこんな夜になっちゃいましたか。こんばんは皆さん。こんばんは。ずっとさ。公園はたっと七並べし、なんかあ、でもご飯食べた、ご飯食べて七並べして SNS したらもうこんな時間だよね。今日ももうね、あっという間です。もう夜ですよーといったところで、あ、質問してた、当たらんかったっけ、次の機会ね、またやります。 GBT タイムはなるべくいっぱいやる気持ちでいるので、今月は、あ、そう、今日はね、この長さで初めてリンゴちゃんヘアにしてみました。どう？おリンゴ、ひなちゃんリンゴ、ひなりんごだよ。今日出荷のひなりんごです。よろしくお願いします。ひなりんごヘア。次これ。こんばんは、りんごちゃん、さきぶり。さきぶりん、さきぶりんご。恥ずかしい。あ、いいみたいな感じのコメントが多い、嬉しい。あ、好物なの、リンゴ。今日出荷のひなリンゴです、ぜひ買ってください。お取り寄せできますか。お取り寄せできません。ひなリンゴは生もの、生でっかい生ものなのでちょっと難しいです。はい、なかなか配達が難しいので、来てください、会いに。ということで、お話し会受付中なので、皆さん左のバナーの上の方をタップしてお話し会をパチパチしてね、ひなりんごを出荷してね、そしてちゃんとよろしくね、そこから買えるよ。うまいでしょ。ひなりんごの出荷はこちらの左のバナーの上の方をタップしてね。ちなみに下の方をタップすると、やんちゃんが今頑張ってる山がイベントの山グラビアの関東を目指しております。ぜひぜひ有料グラビア延長してくれると嬉しいな。それかレンタル一回でもいいのにしてくれたら嬉しいな。ひなりんごのお願いです。聞いてくれますか。直接お話し会、初心者は何枚くらいで始めるのがおすすめ。何枚くらいでも楽しませるけどね。答えになってないかもだけれども、いくらでも楽しませますよ。ひなりんごのお願いを聞きまして、嬉しい嬉しいと、これがぴょんぴょんなります。ツーショットはどの日がおすすめだって。ツーショットは、私が、その、直接あるお話し会でね、コスプレする日があるんですよ。それが、2月24日、間違えた、2月24日は、21歳最初の話し会の、これもね、超おすすめ。やっぱ21歳最初の日のちゃん、こう、写真に収める。これ超大事。私、マリーメッセ福岡サンタ衣装だし、
広島中小企業会館2月25日は JK 制服してるし、3月20日のマカリメスもウサギコスしてます。あー全部の稲ちゃんにとってあーあれツーショット申し込みました。本当ありがとう。一緒にラブラブツーショットしようね。うわー、なっちゃん申し込むべきだろうか。当たり前じゃん、何言ってんの。申し込まんと後悔するで言い過ぎだぐらい言う。左のバナーの上の方をタップしたらポチポチできるので、今すぐ申し込んでください。あなた、そんなことを言う、あなたはもうプンプンなんでね、今すぐ申し込んでください。リアルの通称久しぶりすぎて、確かに超久しぶりだよね、リアルの通称はね。超久しぶり本当にね、いなちゃんもね楽しみです。ねえ、いなちゃん今度21歳だよ。やばいよね、もう大人すぎる。こんなりんごちゃんヘアとかしていい、みんな大丈夫そう。21歳女がりんごちゃんヘアしても大丈夫そう。許される。あー大丈夫、よかったあ、そうだ、みんなにね、ひな聞きたい、どうしても今日アンケートしたいことがある。あの、私のね顔のことなんですけど、ひなさんの顔は子供顔なのか大人顔なのかで、ちょっとアンケートさせていただいてもいいですか。この髪型とかではなく私の顔ですはい、こちらね、どうしてもねやっぱ聞きたいんですよ。私子供顔なのか大人顔なのか、1番が子供、2番が大人でお願いします。はい、子供か大人か、1番が子供顔、2番が大人顔。大人っぽい顔しとこ一番が大人顔、あ、違う一番が子供顔、二番が大人顔でした。すいません、さてどうなるか楽しみですね、かなり。これはさらさら投票終了。そんなに子供顔マジかーい、嘘だよ嘘だよ、嘘。だってね、結構大人に見える、このショールームだけで見たらね結構大人っぽく見えてたみたい。ひなちゃん年上だと思ってたみたいなのを、その1期生のオーディションのねメンバーに言われたりしたことあるんやけどな、おかしいの。ホテドさん連合したありがとう、キャキャ。まだまだ成長するよって、まあ確かにね、どんどん色気ムンムンな顔になっていくと思うんですけど。あ、テドさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そうでもね、そう今日その話そうなったんよ。なんかメイクさんにこうひなちゃんのこのリンゴを作ってくれたメイクさんが、なんかひなちゃんな、なんかどちらかというともうなんか可愛い、もう可愛い顔立ちだからこういうの似合うよねって言われて、いやひなちゃん大人っぽい顔立ちって言われたことあるんですよみたいな言ったら、そんなありえないみたいな、そんなひなちゃんが大人っぽい顔なんて誰が言ったんだみたいな感じで言うから、言われたことあるのにと思って、おーテンドさんクマありがとう、クマ。ひなちゃんも可愛いだよみたいな、子供みたいな顔だよみたいな言われて、そう、そんなことないと思って
あ、14歳の時は確かに大人っぽかったんだけど、今二十歳になったからもう子供顔になったんかな。なんで顔は変わらんのそれは。なんで二十歳の顔にならんかったん。14歳の時に二十歳の顔やったんすね。そんなことある、嘘でしょ。ねえ、おかしいよ。なんで、なんで急にコスタンヒナの二十歳という年齢を、顔が、うん、違う、年齢がコスタンか、顔がなぜ年齢を追いつけなかったんだっていうね。えずっと17歳の時なんか、あ、そうなの、17から止まったんだひなちゃん、なぜか。なんでだろう。やだ。なんでだろう、なんで、ねえ、なんでなん。ティアンフ2017年で初めてしてみて一番最初気になりました。今は気になってないんですか。大人っぽくなったけど可愛さという意味ではいい意味で変わらない。あら嬉しい。うん、永遠の17歳だから。なるほどね、確かに心はね永遠の17歳なんだけど、やっぱ心が顔に出てるのかな。ヤちゃんが永遠の17歳っていう心がもしかして顔に出ちゃってるのかしらん。メイクと服装を変えたら大人っぽくなるかもしれない。どんな感じにしたら大人っぽくなれるんだろう。ねえ、どうだ。あら、今も好きなの。インスタとか結構大人の時ある。おお、嬉しい。前髪上げてみるとか。あ、それはやりたくないんだよ。やっちゃんはね、前髪がないとねやっぱダメなんだよね、精神が落ち着かないからね。うん、僕も永遠の17歳なのですか。同い年じゃないじゃん。心はいつだって17歳。永遠の17歳。髪染めたら大人っぽくなるかも、それだ。いや、じゃあ明日から金髪に生まれ変わりたいと思います。そう、前髪命なんだよね、割とないとね、なんかないとオフモードになっちゃうんだよね。もうオフの時はないの。あのオフの時はなるべくもうこうおでこら辺に髪の毛がつかないようにパッってやってるんですよ私。オフモードになっちゃうんだよね、前髪ないと。ね、おでこ今後ファンクラブで見れますか。そうですね、モーニングルーティンかナイトルーティン、どっちか今月中には撮ろうと思っておりますので、その時にあの私が化粧水をする時の顔みたいな感じで前髪はないかもしれないです。ペタペタ上司ペタペタ。父の鍋大さんやと、こちらこそ。確かにメイク配信の時とかは前髪出してやってたかな、ショールームでね、めったに見れない。やちゃんのおでこはめったに見れない。
なんかアプリでないかな、勧誘とか買い方変える、え、あるよ、私の入れてるやつ多分ある、ちょっと変えてみるか、どれが似合ったか教えてみた、どの写真にしようかな、なんか今日の写真でいいじゃん今日の写真でちょっと載せてないやつだけど、まあいいか、どうやってやらなきゃな、確かなんかあるはず、あたたたたたたた、処理中長処理中長いって、え、変わってないじゃん、え、どうなん、処理中長、うーんって頑張ってる、すごい、うーんって、おーすごーい今日のこのりんごちゃんヘアの巻いたバージョンはこちら、はい、あ、ちょっと私の画面明るすぎる、うん、髪の毛巻いたバージョンがこちら、これ今日はストレートなんですけど、髪の毛を巻くっていう加工をしてもらいましたね、巻いてもらってます、前髪を変えるっていうのはちょっと課金ですねこれ泣いた課金で泣いた、課金しないと無理かもしれん、ちょっともしかしたらできるかもしれんけど、ちょっと待って、うん、あ、うん、あ、なんか生え際のなんかできなかったらしい、残念でした、ヘアカラー変えてみますかね、じゃあダークブラウンのカラーがこちら、なんかあんまり変わってないね、全然変わってないじゃんね、甘い色の髪の乙女の色がこちら甘いんだな、長い髪の、ちょっと甘い色、甘い色なったなった、ギャルギャルすぎる、極限までのギャル、甘い色ってこの色のことやったんやっていうのをここで初めて知る、これのちょっとやったバージョンがこちら、ギャルね、ギャルじゃない、なんかギャルたひな、ギャルたひな、いえって感じね、あり、おー意外とみんなありなんだ、あ似合ってるよって、本当に甘色似合ってる、甘い色のほんとちょっとだけ染めた感じが、なんかちょっと茶色入ってるかなぐらいの色がこちらね、こんぐらいはナチュラルだね、とってもナチュラル、うん、覚えといてね、みんなどれが一番良かったか聞くか、続いてラズベリーピンクです、こちらラズベリー星野アイア星野愛かもしれん、なんかぶどう色に見えるね、これどう、ピンクいい、あら嬉しい、ありがとう、確かにコスプレっぽいね、この色になるなこの色になれたラズビーって色、若干ラズベリーグレーが可愛いかも、こんぐらい、あ、見えてる見えてる、これ若干ラズベリーのひなちゃんねポーズの角度面白いね、若干ラズベリーグレー可愛いねこれね、タフィー、え、タフィー全然変わんない、もうちょっと茶色ぐらいの色です、もう写真上あのこスマホ越しのやつじゃ分かんない、
あ、水色ですねこれね。水色すがやばい、アニメキャラやん、ひのちゃん。もうこんなアニメキャラにいますよ。うん、水色似合うなー私。水色似合うなー、アニメキャラやんこんな。どうしようね、いつかちょっとやりたいけど、やっぱ STU なんで瀬戸内カラーで染めたいけど。うん、これはどうなんですか、みんな的に。ありなのかなしなのか。ガクスプレ感がすごい。ブルベだから似合う。ブルベだからブルーは似合うかもしれませんけど。あー、私生活困るんで確かにね。うん、もうすぐひなちゃんってわかるもんね、街を歩けば。エヴァンゲリオン確かになんかほんとそんな感じ、若干水色だと。これは若干水色。マムチさん一番いいありがとう。いい、若干水色はいかが。私生活じゃ無理、いけそう。あ、これはありなんだ、若干水色はみんなありなんだね。たまにいるよね、若干青入って。うん、確かにありかもしれない。うん、続いてグレープ。あ、もう星の愛だ、これ星の愛です。グレープはもう完全に星の愛です。アイドル、完全にアイドル。うん、いつかきっと全部手に入れる、私はさとか。なんか無限にあるわこれ。なんか見てない色他にある。あ、茶色、私茶色や、茶色、茶色。茶色ギャル、なんかギャル、もうこんな感じ。遊んでそう。茶色ギャルねえ、いい、いいの、茶色いいの、だいぶギャルだけど、いいんだみんなギャルでも。え、こんぐらいの茶色したい、こんぐらいの茶色。もうちょっと強くしないと、ショールームじゃ分かりにくいか。こんぐらいの茶色ね、私もう地が割ともう黒いからさ、一回も染めたことないからさ、ね、こんぐらいの茶色にしてみたいの私。やらせてくれないかな。うん、ミルクティー感、そうミルクティーみたいな、なんかほんと若干茶色いみたいな。これよくない？え、いいよね、これモテるよ。モテるよこれは。ねえ、これやらせてほしいですな。あ、金髪もあるわ。金髪ギャウだな。うん、ギャウ。金髪はね多分似合わないんだと思う私。なんだか、若干金髪、どうなんだろう。なんか透明感出るかな、もしかしたら。すごい光、リングライトがめちゃめちゃ映ってる。続いて、あ、ワイン、赤、赤きましたみんな、赤。アニマカナやん、やばい。アニマカナちゃんにもなれちゃうな。ちょっといろんなものが続きやんない。こいつ誰かね、アニマカナちゃんですこれは完全に。アニマカナちゃん、ピーマン食べたらスーパーマンピーマンですね。すごい、ピンク紫みたいな色にもできるらしい、見て。え、すごくない？こんなんやってみたいんやけど、おとぎの国のお姫様みたいな、こんな感じ色私。お、男性受けはあんまり良くなさそう、こういう髪色の人ね。男性あんまり好きじゃないでしょ、女の子受けしそう。うわ、また水色あるじゃん。青は
った青あったあった青があったあっち青青若干青かもちょっとまず見てほしい。これちょっと意外と強いの画面で見たらこんぐらいか。あいいあーいいブルーブラックいいブルーブラックやってみたいのよ。ブルーブラックねえドアをドアをドアをもう意外といけそう。なんか意外と馴染んでる。うわオレンジアニメの世界やもうこんなのオレンジオレンジどうだどうなんだ。うわこの紫かわいいかわいいうんあ緑もあった。どっちの緑にしようかな。こっちかな。みごいね。こんな感じ。どれが一番良かった？多すぎる見せた量が多すぎるみんな的にどのひなちゃんが良かった？どれがいいかな悩むねこれね。どうしよう。決められない。どうだ。だってどれも可愛いって。ありがとう。全部全部いただきました。結構似合うのいい。あ、本当に？ありがとう。ピンク系、ピンクね、ピンクかわいい。ラズベリータフィーみたいな色だよね、多分きっと。タフィー。ラズベリー。ストローベリー。甘い色も良かった。甘い色の長い髪の甘い色ね。あ金髪がいいの珍しい。ギャル好きだねきっとあなた。ギャルギャル超かわいい遊びたーいギャル色素遅くなると肌の透明感が増すから。確かに色素薄い系女子になれるのか私自分の青好きだけどな。やっぱブルーブラックにねいつかはね染めたい願望があるんでね。私ブルーブラックかピンク優に染めたいかな。ピンク紫みたいな色これで遊んで楽しみを増やすとねよくない。髪の毛はいっぱいありましたが皆さんはどれがお好きだったでしょうか。染めてセーラー服で話し会ギャルすぎる。
そんな簡単には染めれないんだ。オラの黒髪はもう20年の付き合い、そんな簡単に染めれないんだ。でもひなちゃんのバブの頃はね、もっと色素が薄かったん、もっと薄い茶色だったん。そう、なんでか黒くなった3歳ぐらい、4歳5歳ぐらいまではもっと茶色だった。黒くなってしまいました。とても綺麗な髪、嬉しい。今日もメイクさんに褒められた。ひなちゃん髪の毛サラサラやん、何しとんって言われた。メイクさんに何もしてないよってそう、本当にシャンプーとリンス、ん、トリートメントをちょっとだけ、ちょっとだけいいやつ使ってるぐらい、うん、他は何もしてませんね。しばらく美容院に行ってないし、かこついてたひなちゃんは作業が苦手で、自信で髪の毛染める前に作業いるような、懐かしいそうなんや、ひなめちゃめちゃ作業苦手なんよね。もう作業意味わからんぐらい苦手、うん、もう吐息のような作業になる。そう、披露したくないもんね。うん、あ、ブラシもそうです。これはマネロさん、はい、ね、配信前とかにドキドキしたり、配信中にドキドキしたりするようで置いております。うんうん、ピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好き。そういえばさっきツイートしたし、インスタストーリー更新したからみんな見といてね。もう見た リハとか使ってるのかなと思いきや確かにあのリハはあれで持ってる、旅行用で持ってる、旅先用ブラシとして使ってますね。ハート型のやつね、ピンク、ピンクゆ、うん、そう。を見させていただきました。本日の X の写真もとても可愛かったです。そうだ、 X だ。そう、あやぱんと写真ね撮れなかったの、忙しそうだったから、やっぱなので次一緒の公園出る時とか撮ろうと思います。うん、ポストのリンが可愛かった、嬉しい。自撮りね、自撮り得意だからねでもアイドルやってなかったら本当に自撮り下手だよ。うん、もう死ぬほど下手アイドルやってよかった、うん、技術がついたのはほんと自撮り、うん、うん、そう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 、ね、自撮りのコツありますか。まずそのアプリの設定を自分に合わせるっていうのを、まあ本当に一大事として、その合わせたら、今はいつもスマホを
こうやって持つじゃん。でこうやってパシャッとったらそのままじゃん。だからもうこうちょっとこう若干斜めみたいな、この若干斜めで取る、うん、これ結構大事ですね。うん、首の角度とかもちゃんと顎をちょっと引いて、あと可愛いなんか手とかを加えて何でもいい、うん、イエイ、かわいいし撮るかな。うん、縦で撮るときはこんな感じですね。この角度ですね、やはりこの角度でこうやって手を置いて撮る、うん、やっぱこの若干斜め、うん、顎もちゃんと引く、うん、こんな感じですよね。画角の真ん中にひなちゃんがいるようにするとか、あと画面の真ん中の辺に、うん、うん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 、そう、辻とかへの撮影コードしてもらったら、辻とかへは自分撮りなのかな、あれ私撮ってもらうかと思ってたんだけど、スタッフさんにどうだ。そうね、角度が一番のポイント、うん、首の角度もこだわってますね。やっぱり私は左側が利き顔なので、利き顔っていうのはどっちの顔が可愛いかっていうことなんですけれども、私は左の方の顔が可愛いので、なるべく左の顔を映すように撮ってます。うんうん、スタッフさんだよねきっと。さんなんでね、祖父さんは綺麗に撮ってくれますか、ご安心ください。スタッフ、うん、ということはカメコも左からっていい感じかそうですね、でもなんかライブの時はやっぱみんなこういろんなところにいるじゃんいろんなところにひなちゃんがいて、みんなもいろんなところにいるわけだから、どこからでもね撮っても可愛い姿でいようって思ってますのでね、どこからでも大丈夫です。はい、うんうんうん、そうそうそう、でもやっぱメンバーの中でも聞き顔がさ、左一緒の左の子とかなるとやっぱね、こう一緒に写真撮るってなると難しい、ね、誰かはやっぱどっちか右に行かないといけないかうん、角度の取り合いが今はさ譲るけどね、うん、どこでもいいけどね、うん、割とどこでもいい、うん、右側が利き顔の子だったらラッキーぐらいの気持ちですか。どこからでも来いって思うけど本人にはありますよ、そうだよ。みんなもあるでしょ。俺こっちの顔の方が可愛い、かっこいいなそう、でもひなアイドルやってなかったら多分ない、うん、どっちの顔がどうとか何も思ってない何も思ってない、うんうんうん、食べてる感じのどっかから見ても可愛い、下から見ても可愛いの、それはないよ、ほら後頭部でも可愛いだと嬉しい、そんな全身を愛してくれるなんて、あっていいことか、本当にあっていいのか、今日は白いお洋服とか
からとっても反省するね。つぶじもかわいい。見たことあるの、今のつぶじ。見せた思い出はないぞ。全部可愛いよ。皆さん何でも可愛い。だからみんな優しいから。見てくれるよね。ありがとう。ありがとう。皆さん今後のスケジュールが割と忙しい人間なので。壊れた。ちょっとひなフェスまだ見えない。まだ見えない。ちょっと見えない見えない見えない。ひなフェスいつやるかな。まだちょっと見えない。ごめん。エッジボイス。エッジ？エッジだよね。びっくりした。そう、エッジボイスできるの私。かっこいいでしょ。みんなできる。やっぱエッジボイスと巻き舌は得意だからね。どんな特技？どんな得意やねんねんねん。ねんねんねこにゃんねこやんやん。そう、忙しいんだよね。もう信じられないぐらいね、忙しいよ。もう本当にってちょっと確認したくなるスケジュールが送られてきたもんね。そう、巻き舌うまいよ。巻き舌になっちゃう時あるもん、レコーディングとかしてて。歌ってたらレコーディングしてたら巻き舌になっちゃう時あるもんです。気合入りすぎ。あら、そう、最近ハマってることは何ですか。なんだろうな。なんか最近なんか なんか逆にハマるものが欲しいかもしれない。なんかない、おすすめっていう気持ち。ドラムロールの時は得意。そう、ドラムロール得意だよ。まあ技術だからね。ドロー変な音でできる、このドラムロール。私変な音、変な音でできるよ。低いやつもできそう。高い音は得意だよ。巻き舌はできますね。ヘリ飛んどる。確かに低い時ヘリ飛んどった完全に。こうひなちゃんの可愛いダンス参考にしとる。そうなんよ。なんかそれ話してきたひなに、なんかなんだっけ、あ、そう、ツアーでね、ユニット曲が一緒なの。夏の好きはご用心がね。それでなんか僕はなんか可愛く踊るっていうのがちょっと苦手みたいな、強く踊るが得意だから、可愛く踊るっていうのが苦手だから、
可愛いのお手本をひなのダンスを見て学んどるらしい。ひなのダンスを真似たらもう可愛いだから、みんな可愛いのダンスのね、可愛いダンスのお手本なるらしい。ここあのありがとうございます。そうなの。でも私可愛くしすぎて怒られることあるからね。っていう話したの。あの夏のフリー&イージー踊ってるじゃないですか、ツアーで。その夏のフリー&イージーの振り付けの時にあまりにも私が可愛くキュキュキュピって踊りすぎて怒られたい。可愛すぎろ。なんかその走り方可愛すぎろみたいな、なんかその手の角度可愛すぎるみたいな、その言われて、そう怒られたんだよね。普通に踊ってるつもりだったの。普通に可愛く踊ってるつもりだったの。そう、普通はもう可愛いがデフォでついてくるので。普通にやってたら怒られた。うん、可愛すぎる。そう、岩田可愛すぎるぞって言われる。ひなちゃんって呼ばれとるね。そう、ダンスの先生みんなに、ひなちゃんちょっとそう可愛すぎるみたいな。ひなのこと岩田って言う人ほんといない。うん、あのちょっとあのなんかあんまりこうね、一緒にお仕事やってない人とかのこうスタッフさんとかには岩田みたいな、岩田、うん、岩田みたいな。そう、岩田さんみたいな感じなんだけど、うん、ひなのことをね、こう近くで接しとってね、多分岩田って呼ぶ人おらんね。うん、ひなちゃんです。どうもひなちゃんですって感じなので、私が普段。うん、スススススおらんのいよ。おらんの。うん、うん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 。岩田ってバレたい。うん、別に呼ばれたくないかも。うん、やっぱ近くで接してほしい。ないなのこと。岩田さんって呼ばれるのは仕事の時だけでいいな。うん、超真面目な。超真面目な。そう、超真面目っていうか真面目な、うん、普通の、うん、仕事の時でいいな。はいはい、岩田でございます。はい。みんなひなのこと仕事で見てないから、ひなちゃんって呼ばないといけません。はい。うん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 、そうそうそう、竹山さんにもね、ピーヤちゃんって呼ばれてますからね。岩田じゃないからね、やっぱ。うん、可愛く呼んでいただいて構いません。はい、今思い出した。結構妹のスタッフさんと仲良しなんですけれども、あ、そう、妹ね、新シーズン始まりますので、またよろしくお願いしますね。見てくださってる方、いつもありがとうございます。
そのイモスズのスタッフさんも結構こう顔も馴染みみたいな感じなのに、岩田って呼んでくる人おる。今思い出した、ムカついてきた今度なんで岩田って呼ぶのって言ってやろう今思い出したわ、もうそのスタッフさんで結構もう知り合って長いのにか、岩田って呼んでくるんだよな、ちょっとイライラしてきたひなちゃんって呼んでもらおう、ひなちゃんかぴよちゃんって呼んでもらおう。ムカつく、ムカつくよ。なんでで、もう親しい仲やな、どう思うんだ。そう理がキャラなの、確かにレアキャラすぎる。うん、あ、確かにちょっと体育会系かもしれない。いや、体育会系の血流れてるのかもな。うん、体育会系の人ってそう名字で、ね、人の名前を呼ぶイメージがあるな、絶対そうだ。うん、うんうんうん、ねえ、そうだね。ガンちゃんって呼ばれたりするのかな。もうすっごいレアキャラなんですけど、一人いるんですよ。この STU のこう演出とかを、コンサートの演出とかを担当してくれる、してくださってる方が結構ね、だいぶ長い付き合いになってできたんですけどね、演出の方とのね、その方にはあのガンちゃんって呼ばれるように、え、最近になったんですよ本当私がなんだっけ、6周年じゃないか、あ、6周年か、6周年コンサートの時になぜかガンちゃんって呼ばれて、え、みたいな、あ、私かみたいなそう、もうメンバーもざわざわみたいな、誰だ誰だみたいななって「ひなか」みたいになって、でもそう最初チャートリーだけだったんだけど、そう全員のね結構大人数メンバーのねレッスン演出みたいななった時に「ガンちゃん」みたいな「ガンちゃん」みたいなメンバーざわざわして、そう「あ、私です」みたいな、そうそう。ちゃんとりはなんかその時になんかガンちゃんって呼ばれてんなって気づいたけど、他のメンバー知らなかったからざわざわしてます、うん、うんうんうん。でも本当にその一人しか呼ばれないから気づけない、うん、そうそうそう、なぜかガンちゃん呼びになったんですよね、6000年から、不思議。その一人だけです。ガンちゃんワイのお気に入り中華料理屋さんの中華料理屋さんの人ですね、私じゃね。うん、うん。びっくりしたよ、初めて呼ばれた時、みたいな。でもなんか言えなくて、あ、おお、私こうみたいな感じ最初のリアクションあ、私でしたかみたいな、そう、それは初めてだなうん、うん、始まったね、コンサートの演出とかだった時にね、もう6周年でいっぱい呼ばれたからね、さすがに身についたけど覚えときますうん、ね、でも本当にうんひなちゃん指が一般常識になっておりますそうそうそう、
ちなみに今クシちゃんがすごい勢いで水を飲んでる音がちょっと聞こえてるかもしれません。めちゃめちゃの水飲んどるくしちゃん。うんうん。くしちゃんはくしちゃんって呼ぶことが結構普通なんだけど、たまにくしゅんぼってなります。くしゅんぼ、くしゅんぼかおもちまんまるスタイルでね、こうポテッとなってる、こう手と足がないよっていうスタイルの時はお餅手と足ないないしてる時お餅って呼ぶんですよ。うん、クシちゃん、大体クシちゃんかクシュンポかですね。お餅、山上部3位でしたね。あれ ?3 位だった?うんうんうん、今日見てないかもしれない。ちょっとついでに山賀感想のお礼も言いますね。脳がだいぶ疲れてる今日。だいぶ喋った、だいぶ喋ったじゃない、だいぶ歌った、まあ、喋ったもあるな。うんうんうん。夜の手放し僕と、あにゃーん、今日アクセスランキングに載っていなかったんだね。まあでも2日、昨日はね載ってたんだよね。2日連続載ってたのはすごく嬉しいです。ありがとう。昨日もそう乗ってたんや。ありがとうね。うん。ガチのありがとうです。そう。ねえ。すごく嬉しいよ。うん。いっぱい見てね。うん。大レンタルしてね、みんなね。あずきパンダちゃん、レモンスありがとう、キラキラー。うんうんうん、いっぱいありがとうね、キラキラキラー。じゃあちょっとヤンマガさんの、はい、私はですね、初見の皆さんもねぜひぜひ聞いてほしいんですけれども、ヤンマガのヤンマガウェブさんで今 ST のメンバー全員のねグラビアが見れるんですけれども、それの、 あの一番そのレンタル期間の延長ポイント数が高かった子と2番目に高かった子と3番目に高かった子が次の山賀さん、普通の雑誌の方の山賀さんで関東グラビアが乗ることができるんですよ。すごい。そう、こちらね9月30日までのイベントとなっておりまして、今月まで、今月末までなので、ぜひぜひ、あの今ヤンマが関東目指して頑張ってるので応援してくれると嬉しいです。ということで、やったひな、ヤンマが感想でね調べたらね、あの私のその有料グラビアのやついっぱいみんなが感想をツイートしてくれてて、そこタップしたら読めるし、レンタル延長もできるんですけど、この左のバナーのね下の方をタップすると、私の山が有料グラビアレンタル延長することをできたり見たりすることができるので、ぜひぜひ左のバナーの下の方タップしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あ、応援しますって、ありがとう。すごいみんながね応援してくれてそう。よいしょ、そのお礼をねちょっと言いますね。おばちゃんありがとう、ひなちゃんのこと眺めててねずっと何年先もいっぱい見ててね。ザキーさんありがとう、を明日の LIV をこの山賀グラディアからもらってってください。ぜひぜひ
いつまでももらってていいよ。ありがとうね。瀬戸京太郎さん、君は僕の太陽、とても眩しい。気がつくと目を細めている。きっと高気圧、高気圧ガードなのだろう。幸せを拡散してくれる。でも待てよ、いい意味で台風の目、みんなの耳目を集める存在だ。視線は吸い込まれ蒸気流に乗っていく。行け岩田ひなよ。ちょっとこれどこかから撮ってきたのか、考えてくださったのか、ちょっと微妙なところではあるんですけど、うますぎてありがとうございます。頑張れる、こんな風に言ってくれるのはすごい頑張れる、ありがとう。あ、地獄って読むんだね、ありがとうね、教えてくれて。そう、びっくりしちゃう、ありがとうね。でドリンさん、あ、こちらこそね、毎日の活力をもらってますよ、ありがとう。そう、やつは素敵な表情が詰まってて、見なきゃ損、損ですよ。皆さんぜひぜひ左のバナナの下の方をタップしてみてください。せいやさん、いなちゃんおはようって、おはよう。こんばんは。あ、やっぱり山口の子しか勝たんなって、山口生まれでございます。ありがとう。つーさん、ひなちゃんのさまざまな表情が見れますよ。そうです、見れちゃいます。ぜひぜひ左のバナの下の方をタップしてみてください。わちゃん、どこから見てもかわちひなちゃん、無限ループできちゃうね。ありがとう、無限にぜひぜひ見てください。たきさん、どなた気も頑張る力がくれるの、この中で溢れてる笑顔って、ありがとう、こちらこそ。やっぱり今いつも力もらっています、本当にありがとうね。せやさん、やちゃん微力ながら愛してるよって、微力なんてものはないよ、本当に大きいでございます、ありがとうね。けいほしちゃん、やちゃん今日もかわいい、ありがとう。いっぱいね、山田見てね。うん。ドリーンさん、何回ポチってもどんなに思っても変わらない思い、言いたいことが積もり積もるそう、可愛い好きだーって、すごい嬉しい、熱い気持ち、ありがとう、ほんまに。くまけんさん、いなちゃんのグラビアにて午後の仕事も頑張りそうって、おお、仕事もね応援してますからね、ほんとにこのグラビア見てぜひぜひ頑張ってください、午後も午前中も。アキさん、一日一回見るようになりました、嬉しい。ゆっくりはん、なんか勇気です、少し大人の服も最近は似合ってるように感じるワンショットもいいかもです、まだ違うショットもこれから見たいな。そうね、本当にいろんな、やっぱ日々その成長していくひなちゃんを、可愛くなり続けるひなちゃんをね、皆さんにお届けしていけるように、いけるように頑張ってるので、山が関東ね、やりたいね、本当に。そしたらね、いろんなひなさん見せますんで、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ラッキーさん、何回もありがとう、牛の顔やどこまでも、今朝も見て元気をもらえる、最近も頑張ってみようって、嬉しい、朝からありがとうね、ツイートしてくれて。やたかしんさん、いなちゃんが語ってくれた思いの分と、色彩検定3級合格おめでとうの分も延長しましたって、嬉しい。ありがとう。世界一可愛い子の関東グラビアが見たいなーって。世界一。そうなの。色彩検定3級のね、おめでとうっていうのを、なんか、エゴさせたらいっぱい出てきた。ありがとう、みんな。ぜひぜひお祝いに。初めての岩田ひなちゃん資格合格のお祝いにね、左のバナーの下の方をタップしてレンタル延長してくれると嬉しいです、よろしくね、みんな。そう、瀬戸京太郎さん、いや、すごい、また君は何色と問われ、自分らしさを色で示すのは難しい、客観的な色彩感覚では推しを測れない、何色にでもなれる、そんな無限の可能性を信じたくなる、君は新しい可能性を見つけに行こうって、詩人すぎる、本当にいつも思うけど詩人すぎてる、
うん、これもどっかから取ってきたんじゃないよな。ありがとう。終わりかな。ん？あ、ん？終わりかな。あ、終わりがよかった。ちょっとね、分かんなくなるからね。ということで、ありがとうございました。皆さん、山田感想をね、いっぱい熱い、熱いコメントをね、もうみんなの愛のあるコメントをいただけて、とても幸せでございます。ありがとう。あ、ちらって見て。いや。そう。本当にね、山田関東グラビアみんなで最後まで諦めず目指したいのと、その本当に皆さんの応援がね、そう、もうすごくすごくね、こう毎日身に受けてすごい私も頑張らないとっていう気持ちもすごい増していったし、うん、やっぱみんなでこの夢は叶えたいなってすごい思ったから、今後も今日もねそう、レンタル延長ちょっとでも伸ばしてもいいかなと思ってくれた人とか、ちょっと私のグラビア、ゆるグラビア見てもいいかなと思った人はね、ぜひぜひ左のバナーの下の方をタップすると私のゆるグラビア見れるので見てみてほしいでございます。延長してほしいでございます。本当に何卒よろしくお願いいたします。うん、好きなさ、好きなさ、うん、あ、毎日見てから寝てますって安眠できるよ、うん、そう、嬉しい。集計期間残り21ってなりましたね。確かにね、もう20になっちゃうね。そう、残り20、20日間って読む、20日間って読まない、20日間って読むけ、え、20 残り20日間ね、最後まで本気で諦めず一緒に頑張っていきましょう。好きなぞ。昼休憩に見てるの、ありがとう。もういっぱい見てね、デートさん頑張った、ありがとう。パパカバーン、あ、つかが合ってた、よかった。なんか分かんなくなるんだよね、9日とか6日みたいな読み方がたまに分かんなくなるんだよね。え、6日だっけ9日だっけみたいななっちゃうんですよ。そう、本当にいっぱい山の感想嬉しい、ありがとう。くさみです。くしゃみが出ました。うん、失礼、ミュートにしたけどね。そう、本当にね、今日の公演も昼夜のね、公演は割と久しぶりだったんだけど、めちゃめちゃみんながね、コールとかね、すごい届いたしそう、なんかそう、生誕祭の時って、その生誕祭の子のコールをめっちゃ頑張ろうっていう人もいっぱいもちろんいるんだけど、でも他のメンバーも盛り上げて、この公演自体のコールを高めようみたいな、そのファンの人の熱い気持ちがねすごい伝わってきて、すごい昼も夜もやるの割と久しぶりだったんだけど、めちゃめちゃ楽しかった。そう、なんか手話とか、なんだっけ、あの、なんだっけ、あの曲、あの曲なんだっけ、船から降りた僕たちはとか、やるの久しぶりみたいな気持ち、瀬戸内の妹めっちゃ久しぶりでさ
瀬戸内の妹久しぶりすぎて、一杯の水か瀬戸内の妹やるんだけど、いつも大体一杯の水が選ばれてるから、瀬戸内の妹久しぶりすぎて本当に一杯の水の立ち位置最初行っちゃったんだよね。で、あ、おきちゃんがいない、目の前におきちゃんがいないと思って、あ、違う、瀬戸内の妹だと思ってね、走って移動したらね、ファンの人に笑われました。まだ曲紹介してたから、曲紹介っていうか曲振りしてたから、メンバーがやばいやばい。バレないかと思ったらバレてました。失礼しました。本当に瀬戸内の妹やの久しぶりだった。そう、楽しかったな。うちの妹だよ。どこへよ。そう、今日ね、来てくれた皆さんはもう帰ったかな、ホテルかな、どっちだろう。つけてお帰りくださいませね。ね、皆さんね。よし。じゃあそろそろ配信を終えますよ。あら、あさぎぽんねちゃん、レモンしたりが。キャンキャン。そうだ、ファミの時のワンピファーファーだったんだね。そう、ファーファーの服めっちゃ好き。キャワは。でも今一番欲しい秋服あるんだ、ちょっとみんなに見せるね。私いつもメモにね、スクショしてね、の、あの、残すの、欲しいもの。今欲しいトップスがこちら、キャワワ。このトップス、キャワワ、これにこのスカート合わせたいのね。キャワワ、これ、キャワワ。そう、ほんとスクショしてね、こうやって画像をペタペタ貼り付けてた、私はメモにいつも。忘れないようにね、絶対に欲しいって思ったものだけ割と貼ってます。おてんとさん、くま、ありがとう、くま。そう、洋服、秋服買ってお話し会とかで着たいし、カフェとか行きたいし、お芋メニュー食べたいからね。そう、アフタヌーンティーとか見せたいから。そう、そろそろ秋服の購入しないとね。という気持ちです。みんなにちゃんと見せるからね、可愛いの着たら。なんかみんなはほんと彼氏ひなの。ほんとにみんなはひなの彼氏。そう、お話し会の時にやっぱ可愛いって言われたい、その服似合ってるって言われたくて、そう、結構もう言ってくれるの、みんな。そう、結構言ってくれるから、それでしょみたいな、可愛くしてきたのみたいな。ほんとに彼女の気持ちになるの、私。そう、やばいよ、彼女だからね、私、リアル彼女。そう、言われたすぎて、スカートも可愛いの見てみたいな言っちゃうし。そう、アクセサリーもね、そう、よくイヤリングとか褒めてくれる、みんな。ピンとかつけてたらすごい褒めてくれる。そう、褒められた
くてね、やっぱね準備してますか。そう、お話し会楽しみすぎる。うん、彼氏に会うってこういう気持ちなのかもしれない。服も全部新しくして、髪型も可愛くして、メイクもバッチリっていう。でお話し会楽しいです。うん、本当に女の子のファンもやっぱ女の子だから、その服めっちゃ可愛いみたいな言われたら嬉しいみたいなところあるかな。そうね、女の子同士だね、やっぱ気合入りますからね、女子会とかね。ねえ、褒められたいウサギだから、お話し会楽しみだ。うん、好きなちょ。ワリアのロケのワンピースも可愛かったって嬉しい。あれも結構お気に入りでね、なんか結構前に買ったかもしれない、割とずっと思っている。お洋服整理しないとですね、どんどん整理しないと。じゃあランキング読んでいきますよ。13位、ステラさんのことが好きなさん。12位、ヤッサンさんのことが好きなさん。11位、ヒロさんのことが好きなさん。10位、おばちゃんのことが好きなさん。9位、瀬戸ゆうたろうさん、お話し会なんて呼ぶか考えときました。あら、アイコンが今日のひなちゃんのインスタストーリーなんて。嬉しい。早っ。帰るの早っ。ひなちゃんのことはひなちゃんって呼んでください。8位、ドリンさん。おつぴは今日もガンちゃんが好きだそう。珍しい。だから、それ。もうね、その読み方振り返れない可能性高いからね。なのにザキーさん、あなたと入籍ファミリースタート。ちょっと面白い。ちょっとじわじわ来る何かがあるぞ、これは。ありがとう。ありがとう。はい、6位、直樹さんのことが好きなさん。5位、アッキーさん、カラフルになろう、カラフルに彩りましょう毎日を。4位、横澤さんのことが好きなさん。3位、もちもちもちーさん、また直接会えるのを楽しみにしてます。今は2位、あずきパンダちゃんのことが好きなさん。そして1位がトロロパパーン、ホテッド&坂道グループコールヒガイさんです。ジュースのお話し会新企画あるよ、楽しみだな。毎部本当に楽しませてくれて、いいやったね、超楽しみにしております。ありがとう。ということで、本日のスペシャルギフトコメントありがとうございました。読めてないな、ありがとうね。おつぴよ、早いよ。まだスクショタイムがあるからね、今日は。ということで、やってほしいポーズをね、コメントに打ってください。私が目をパッて開けた瞬間に目についたのもやります。うんぱ。リンゴだって。早すぎたね、私目開けるの早すぎたけど、ちょっとリンゴ頑張って映す角度にして、あなたちょっと一回ここにいて、いやかわいそうだからここにいていいよ。よいしょ。リンゴ
リンゴ取れた？ブン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 、アリー。はい、ではでは本日も皆さんお疲れ様でした。今日公園来てくれたり配信で見てくれた皆さんもありがとうございました。この配信をね見てくれたみんなも本当にありがとうね。はい、私のオンラインお話し会と直接会えるお話し会が受付中でございます。ぜひぜひ左のバナーの絵の方をタップしてイオちゃんと二人きりの時間を過ごしそうね。もう二人の時間をぜひとも作ってください。会いたいです。お待ちしております。そして、山が関東グラビアを目指してイベントを頑張っております。ぜひぜひ左のバナーの下の方をタップするとレンタル延長期間が延ばせますし、そういっぱいレンタル延長してくれてる皆さん本当にありがとうねの気持ちですし、そしてねまだレンタルしたことない人もね、もうとっても素晴らしい写真がいっぱいあるので、ぜひぜひ左のバナーの下の方をタップして皆さんの有料グラビア見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。あとは大丈夫かな。今日もみんなおつぴおでした。また会いましょう。みんなと会いたい。寂しんぼ。今日も可愛かったから延長だ。嬉しい。ありがとう。うん、見てから寝ます。あ、そうだね、ぜひぜひグルメ見てから寝てください。みんなあのこと今日も大好きだ。じゃあおつぴおでした。本日もおつぴおでした。またねー。ぴゃいぴゃい。ちょっとここ数日間は割と忙しいマンなので、そう SNS の更新を頑張りますね。見といてください。ではでは、おつぴお。